はい、チャオアトゥッティ、ソロの領事、領事です。今日も美味しくパスタ作りましょうね。今日はですね、ボンゴレです。ボンゴレ、アサリちゃんね、ちょうど今春なんでアサリがね、プリプリ大きくなってるんですよ。で、これを使ってボンゴレロッソを作りたいと思います。まずは料理場にちょっといっぱいね、うん、うまっ。さあ、じゃあやっていこうかな。今日使いますのはこれですね、リングイネ。リングイネっていうのは、あの楕円形の断面のパスタです。断面はこういう感じですね。見えるかな、楕円形してるんですよ。で、あの結構これは魚介系のパスタには採用されるんですよね。だいたい茹で時間が6分から8分ってことなんで、とりあえず1人前作りますかね。ちょっと多めにしようかな、うん、まあ、2人前しとこう。で、こんな感じでこれをざっくり入れちゃう。大体まあ茹で時間が6分から8分って書いてあったので、7分ぐらいでセットします。で、まあ、パスタの茹で方は基本だけど、いや大体こう1分ぐらい短く茹でるわけね。で、最後の1分間はソースとこう混ぜる時間なんですよ。ここ間違えちゃうとすごいシャバシャバなパスタになっちゃって、激まずになります。それやめてくださいね。最後1分はフライパンの中でよく混ぜるっていう作業が必ず入ります。これはもうどんなパスタも一緒だね。はい、ではね、パスタを入れつつソースを作るっていう同時進行です。今日は6、7分しかないんで、あんまり時間ないです。だから急いで、まずパスタを作る。まずオリーブオイルね。で、これを温めて、そこにですね、今日はちょっとニンニクは、顆粒状のニンニクですね。まあ、こういうのがあるんですよ。ちょっとまあ唐辛子なんか入ってますけど、これほぼほぼニンニクです。ニンニクだけの塊みたいな、あ、塊というか顆粒だね。で、これをまあ1、2杯入れちゃうわけですよ。ちょびっとピリ辛になります。これはあの本当はブルスケッタっていう、あの、まあ、なんだ、前菜でよく出るそのバケットの上に トマトとか乗せたり、レバーペースト乗せたりするのがブルスケッタっていう前菜なんだけど、それ用のまあスパイスなんですよね。まあ、ほぼほぼニンニクなんですよ。これを応用します。あのこれがなかったら、ニンニクをパチンと叩き潰して、オリーブオイルで、香りを移していくっていう、まあ、通常の作業で大丈夫です。これ焦げやすいのでしかし弱火にしちゃいます。で、ここにまずもう、アサリ入れちゃうね。ちょっとで、白ワインをちょっと振る、はい、これで加熱です。その前にちょっと蓋を閉めようかな。で、このまましばらくアサリの蓋が開くまで、加熱ですね。強火です。で、あのワインの酸っぱさみたいなものが残るとちょっと強ざめな味になっちゃうんで、最後はフランベっつってね、アルコール分を火でこう飛ばしてあげるっていう作業をするんですよ。そうするとあの美味しいワインのエキスだけがこのソースにこう入るわけね。で、その間にイタリアンパセリをね、じゃないわ、今日はこれね、普通のパスタです。パセリです。普通のパセリです。こいつを刻みます。
まあ、茎の方はね、あんまり使う道がないんで、まあ、切っちゃうんですね。まあ、捨ててもいいし、後で混ぜてもいいんですけどね。これでもうザクザクとこう刻むわけですよ。ザクザクと。ちょっとこれは分量が多いので、半分は冷凍にしておきたいと思います。これ邪魔だね。本当はね、イタリアンパセリっていうもうちょっとこう葉っぱが広がったタイプを使うのが、まあ、イタリアのレストランでは王道なんですけども、日本では別にこの普通のパセリが安く売られてるんで、これで十分香り出ます。だからこいつで、OK です。イタリアンパセリはね、結構高いんだよね。スーパー行ってもね、同じ値段で多分5倍ぐらい分量が違うんで、家庭用だったら普通のこういうパスタパセリするんだね。でこれをこう細かくみじん切りにします。でね、これをもうすぐね、さっきのアサリの鍋にフライパンに投入しちゃうわけだよ。よし、なんかいい香りしてきたよ。はい、今こんな感じです。うまそうだね。でこれパセリを足づかみにガッと入れちゃう。いいね、この豪快さで。しばらくこうやってね、なんかトランベットね、これでこう今こう火がアルコール分に移ってこう燃やしてるわけ。これでアルコールが飛ぶんだね。よし、大丈夫です。で、まあ、あとはこれを混ぜて、本当はね、イタリアンパセリは最初にオリーブオイルで温めてもいいんですよ。で、このアサリは一旦もうね、揚げちゃいます。そうしないとどんどんどん身が締まっていっちゃうんで。で、このソースにトマトソースを加えて煮詰めるわけですね。そうやってソースはソースで単体でこう作ります。このアサリはこれでも十分美味しくできてますんで、これは後でまた加える。で、こいつにね、これは有機栽培のトマトソースですね。ソースというか、これはなんだ、ピューレですね。要するにトマトがすごいたっぷりの煮詰めた液体って感じ。だからトマトソースよりももっと濃いです。で、これをドボッと入れるわけ。もうね、ためらいなく一気に入れてください。これ大体 100cc ですね。まあ、これで2人前はいけます。ただこのまんまこれを混ぜて、もうちょっとよ。これでちょっとしばらく煮詰めますけど、その間にパスタが今7分経ったので、なればいい感じでこういだってるわけですね。ただまだねちょっと硬いね。だから、まあ、これは標準時間っていうのはあくまで目安なので、実際はやっぱり味見して硬いなと思ったらもう少し煮詰めても大丈夫。例えばこれ多分硬いと思う。全然硬い。なんであと何か水分飛ばしていく感じね。でちょっと味見する。でその段階で、まあ、味がどうかなって見て足んないものを加えていくわけですよ。僕はこれ入れます、ね、ブラックペッパー、ホワイトペッパー、ピンクペッパー、グリーンペッパーの、4色揃ったペッパーです。これでちょっとこうね、ピリッとこうさせるわけね。で結構もう塩味はいい感じなんですけど、特別にアンチョビ入れちゃおうかな。アンチョビ、まあ、1、2匹入れれば OK ですね。あんまり入れるとちょっとしっかり感じちゃうんでね。
これもうコクの元なんで、だしというか。でもうちょっと入れたらすぐ煮詰まって身も形もなくなっちゃうんで、まあこのでいいや、はい、でもうちょっとしたらもうパスタ茹で上がっちゃうんで、茹で上がったら混ぜ合わせて終わりです。よいしょ、はい、なんかいい感じなんですよ。ほらアンチョビはねもうすぐ溶けてっちゃうからね、缶の形もなくなっちゃいます。今こういう状態です。あともう1分ぐらいしたらパスタ茹で上がっちゃうんで、じゃあ混ぜて完成ね。えうまいっす。はい、じゃあそろそろアサリを入れようかな。はい、じゃあアサリを投入ですね。でパスタも入れちゃいます。よいしょっと。でここでパスタがゆるゆるの柔らかい状態にならないように気をつけながらよーく混ぜ合わせるわけですよ。冷めていく段階でパスタ、なんだ、味って染み込んでくるね。だからパスタも本当はこれでまあ火はもう止めちゃっても大丈夫です。でこうだんだんこう冷めていくんだけど、冷めていく段階でこのパスタの中にソースにどん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 こう染み込んでくるわけですよ。これがたまんなくうまいんだよね。まあここまでいったらあんまり煽る必要もないんで、ただ混ぜ合わせるだけです。ということで、一応これで出来上がりかな。じゃあ最後に、あと30秒ぐらいで残り1分の時間が終わるんで、撮ってみるよ。うん。味はもうバッチリ。まだでもパスタ硬いです。アルデンテのいいとこね、多分イタリアだとこのぐらいの硬さで出てきます。普通に、なんでかというと皿に盛られて出されて食べてるうちにどん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 やっぱり柔らかくなっちゃうんですよ。でイタリア人はそういうの嫌いだから、なるべく硬い状態から食べ始めて最後ちょうどいいぐらいがいい。日本はもうちょっと先に、もうあと 2,3 分先に行っちゃってる感じだね。はい、というわけで完成です。じゃあ盛り付け、いつものように小高くこう、回し込みながら盛り付けるわけですよね。ロッソスタイルにしましたけど、これトマトソース入れなければそのままボンゴレビアンコです。ボンゴレビアンコといって、まあ白仕立てのアサリのスタイル。はい、完成です。でこれは好みでね、まあ、チーズかけたりしてもいいんですよ別に。まあ普通はあんまりかけないんですけど、粉チーズかけてもうまいです。はい、ボンゴレ完成です。じゃあ実食。はい、ではボンゴレいただきます。今日は気持ちいいね、空が青いぜ。ボンゴレロッソです。いいの忘れてたけど、パスボンゴレは貝からいっぱい塩気が出るんで、パスタが出るときは塩加減は半分ぐらいで抑えてください。そうしないと後でしょっぱくなります。これはそうやって作ったので大丈夫です。貝も美味しいね、やっぱ春だね。うまい。うまいよ。いやマジうまこれ。やばいかも。
ここまで濃厚なねボンゴレロストはなかなか食えない。はい、まあこんな感じでね、週に 1,2 本はパスタ動画アップしてますので、よかったらチャンネル登録してくださいね。ではチャオチャオ。 Ciao.